メモリアルシップ八甲田丸博物館。1964から1988年まで23年7ヶ月活躍した青函連絡船八甲田丸の船内をご紹介します。当時は青森駅から車両ごと船に積み込み函館まで輸送しました。青函トンネルの開通後、連絡船は廃止。エンジンルーム。現在の青函フェリーで津軽海峡を渡ってみました。操舵室、航海甲板と煙突、青函連絡船八甲田丸。